光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒地だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。トワリンは距離を取った。でも彼の考えは読めてるからもう少し我慢して。抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置はコントロールできないから君がちゃんと見極めてね。
界一の詩人も加勢するからね。でも一つだけ言っておく、トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。首の汚れた血の塊だよ。歌よ忍者、出発着中。岩の重さは安心で。足元に気をつけて。はあ、はあ、健康よ、世の乱れを切り尽くせ。必殺技、終点のフィナーレだ。トワリンのネーミングセンスって変わってるな。今僕がつけたんだ。おい、まあとにかく雰囲気を使って足場のひびを回避しよう。ひびから湧いてくるエネルギーはとても熱いから気をつけてね。首の汚れた血の塊だよ。待ってね。風に一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほどなぜ昔のように我に守れと命令しなかった？君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろう。風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流祭はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心
と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。